私の顔に泥を塗ってくれたわね。あなたのお父さんから頼まれているの。あのバカにはちゃんとその約束は守ってあげるわ。魔道王陛下、ご命令に従い参りました。本来であれば労をねぎらうべきなのかもしれないが、私は無駄な会話はそれほど好きではない。魔道国軍は残りの王国貴族の領地を滅ぼし、その後帰還する。将来的に転封してもらうかもしれないが、現状のところはまだ考えていない。これで王国は完全に滅びるわけだ。これで私に逆らうことの愚かさが多くの者たちに知れ渡るかな。以来英語、多くの者が間違いなく知ることになるでしょう。それはやった甲斐があったというもの。私はかなり満足。